どうも、菅野です。僕はですね、23年前に起業して、今では100種類以上のビジネスを経験してきています。シンガポールに9年前移住して、今ではグループ会社が28社、そして年商は約60億規模まで来ています。どうやって起業したんですかとか、どうやってそんな新規のネタを考えてるんですかとか、どうやってそんなに副業の会社を立ち上げていくんですかとか、非常にですね、質問をいただいてますけれども、実はビジネスって、ポイントでコンセプトは非常に簡単なんですね。やり方を知ってるか知らないか、そして知ってそれを実践して、きちんと行動するかしないか、これだけの差です。これから起業したい人、これから売り上げをもっと上げたいという人に知ってほしいビジネスの方程式というものがあります。この方程式を3時間のオンラインセミナーで公開しています。参加は無料です。こちらからぜひご参加ください。